前田です。今日はね、会長が大事にしてる金魚、この金魚をちょっと増やしてプレゼント会長にしたいなと思うんで、愛知県といえば弥富市が金魚がすごく有名なんで、そこに行っていろいろちょっと調べて、この水槽に合う金魚をチョイスしたいと思います。それでは弥富市にレッツゴー。着いたんで、ね、行こうか、うん、行こう。とりあえず勉強ですね。めっちゃいいじゃん。これ普通の金魚じゃない？デミセミいるような、うん、てか値段帯がわからんな。わからなさ、あれなんか高そうじゃない？一匹これ400円。これどこに書いたの？本当だ。はあ、ははあ、多分家にいる金魚ね、その会長が持ってる金魚、こういうこれくらいのサイズの。確かにこれでかいじゃん。あ、これいくら？あー、いきなり高くなった。お、でかいでかい。でかいから高いじゃない、これ。それもなんか、デミセで取れそうじゃない？ちょっと違うか。いや、頭がついとるもんな。高いで、これは高いな。あ、高そう。高いな、これもう見た感じ高そうじゃん。なんか強そうじゃん、これ、なんか。だけど、俺らが今回求めとるのはもっとアッパだね。やっぱ卵柱は大きさなんですか？見た目も。いや、形が良くて大きければ高いです。形が悪ければ大きくても安い。あ、そういうのがあるんですね。卵柱はもう天敵だからね。でも好きな人は好きなんですもんね。一番好きなの好きな人が多いよね、卵柱は。ああ、まあそれ。天使的にはやっぱ金魚の王様だし、ね。あ、王様はキングだよ、キング。よし、戻ってきました。想像してた通りの金魚が見つかったので、ここのこの中にちょっと見づらいけど、天然記念物の最終的に土佐金魚を選びました。そんな長い？俺より30センチ大きい。だってこんな気持ち悪い。これプレゼント。いや、リアちゃん見て、これ気持ち悪い。この金魚をプレゼントしたけれども、このすでに飼ってる金魚は実は大切には飼っていなかったっていうことが判明。しかもプレゼントした金魚があまりにも大きすぎて、この水槽ではちょっと飼いづらいということで、明日新しく大きな90センチの水槽を手配したそうです。まあこれからね、この金のなる土佐金をね、大事に育ててもらおうと思います。それでは以上。